とっさにですね、うん、私も武さんの応援に行かせてもらって、はい、はい、では皆様こんばんは。こんばんは。勤労感謝の日、本日、皆様ここにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより、大和ぶり、それから宮崎の4つのワイナリーの、ヌーボーワインの、解禁パーティーを、広く開催させていただきたいと思います。私は宮崎の竹内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。最近の鏡開きをですね、して、皆さんと乾杯を、一緒にして、始めたいというふうに思います。今日来ていらっしゃっているまず、このヤマトブリを、作っていらっしゃいますヤマト海商の柳田社長様、それから後ほど詳しく紹介させていただきます国立の田村様、そして、この宮崎ワイン王子を求めていらっしゃいます、おかけすることもあられるかなと思います。テレビに出ていらっしゃいますね、白鳥さん、3名の方に前に出てきていただきまして、ヤマトブリの11月解禁、それから10月の宮崎の4つのワイナリーの解禁を祝って、皆さんの掛け声とともにこの鏡開きを見せていただきます。3名の方、ではですね、ここで掛け声の仕方を説明させていただきます。私がせーのと言いましたら、皆さんでよいしょ、よいしょ、3回目のよいしょの後に、3名の方がよいしょ、真ん中をいただけますでしょうか。そしてその後、すぐにグラスをお持ちいただいて、乾杯をさせていただきたいと思います。ではよろしいでしょうか。はい、行きます。では大和ぶり、そして宮崎の4つのワイナリーの解禁を祝しまして、せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。年末を迎えるにあたってお姿になりますようにということで、よろしいでしょうか。では、乾杯。メニューのですね、紹介の方を簡単にさせてください。
学生ですね、大学生で。はい、オーディションとかで選ばれたんですか？なんか、なんか芸術とかもしてないんですよ。気づいたらなってなる。なってなる。グラスとか。グラスと。新しいのですね。何が好きですか？結構、これを結構なんだろう。はい、では、この伊勢エビを引いていただく。はい、では、恐縮なんですけれども、弊社の社長に。社長どうぞ。あ、いらっしゃいました。社長、1枚引いてください。伊勢エビがあります。もう9番の お, すごいなぁ。これからの伊勢エビが一瞬わかんないですよね。でもこれグッドデザイン賞なんですよ。最初に番組焼きをした焼酎を入れてくださっております。ロロ、米焼酎、それから赤坂の麦焼酎ございます。これは、あ、ロロは米焼酎。あの、白いの、さっき一番先に飲んだので、これは無理です。帰ろう。はい、幸せの成果進めます。まあ、ちょうど雲海が出てる時期ですけども、まあ、こういったところでですね、自然豊かなところで作ってます。見てされましたけど、そのお米を使って作ってます。すごい、すっきりしてますね。で、高島のこのカッポ鶏っていう竹を割ってですね、やる郷土料理があります。こういった形でですね、カッポ酒って言って、竹の中にお酒を入れてですね、温めて。よろしくお願いいたします。この町づくり NPO イケメン連というのはですね、まあ、そのイケメン、いわゆるそのイケメンたちですね、地域のイケメンたちが持っているそのエネルギー、イケメン力を生かして、まあ、地域の情報であるまあ、魅力をですね、まあ、全国に発信をしよう、まあ、地域は面白いことを仕掛けていこうという NPO でございまして、もともとは2004年に四国愛媛県で誕生しました。皆様ご存知かもしれませんが、蛇口からポンジュースとか今松山空港にもありますけれども、それも我々イケメン連が仕掛けをしてきたものでございます。その後兄弟団体として沖縄に沖縄イケメン連というのが誕生して、まあ、それぞれの地域にあった魅力をこう全国に発信をしようということをやってるんですが、今年の秋にですね、3つ目 の, その団体として宮崎イケメン連が、誕生いたしまして、これからこの宮崎を舞台にですね、宮崎のいろんなそのいいものを全国に発信をするお手伝いができればいいなというふうに思っているところです。で、まあ、彼らはそ の, メンバーの一部なんですけれども、まあ、あくまでも別にそのタレントとかディープルではなくて、他では大学生だったり社会人だったりしますけれども、まあ、宮崎を大好きな若者たちが自分たち の,、まあ魅力でもって、全国にね宮崎のいいところを、まあ、発信をしてファンを増やして、来てもらってお金を落としてもらって、宮崎がどん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 面白い活性化していったらいいなっていうことなんですね。呼ばれてません。年齢はおいくつですか？44で。あ、30代までなんです。すいません、これで40代だったら絶対真っ先にお声掛けしてると思いますよ。メンバーが30代までということでございました。申し訳ございませんでした。宮崎別に生まれじゃなくてもですね、例えば大学生の中には県外から宮崎の大学に通っている学生もいますし、それは問わず宮崎で活動できれば誰でも問いませんよということなんですが、はい、それでたまたま
この秋に活動を始めたもんですから、じゃあまずはその宮崎で何をやろうかって言った時に、まあ、宮崎では言わず知られたもう焼酎王国でございまして、まあ、全国に知られてるわけですけれども、実は皆さんご存知のように4つもワイナリーがあって、来年春には5つ目ができようとしている中でですね、この宮崎のワインを、まあ、改めて発信をしようということで、この間その宮崎ワインの解禁日ですねの日に、まあ、解禁を市民みんなでお祝いをする場を作ろうということで、今年できました宮崎日向横丁をお借りをしましてですね、そこに来られたお客様にこの4つのワイナリーの8種類のこの新酒をですね、無料で試飲してもらおうというイベントを、まあ、企画をしまして、まあ、彼らが、まあ、サーブをしましてですね、100人のお客様にお楽しみをいただいたという次第でございます。でも武井さんにはもう前々からですね、この宮崎ワインの魅力をね、本当に一人でも多くの方に知ってほしいよねっていう話でもう意気投合してたもんですから、まあ、今回のこの場にもですね、まあ、ぜひワイン音頂とお声掛けをいただいたもんですから、もうそれはもう喜んでさせていただきますということで、今日来させていただきました。これを機会にぜひですね、宮崎ワイン王子、それから後ろ向いて、宮崎イケメンデーをですね、ぜひ知っていただきまして、もしこのチラシも書きましたけども、皆さんの周りでですね、このイケメンデーのメンバーでなんかお手伝いができるような企画ですとかイベントなどがございましたら、どうぞお声掛けをいただきまして、皆さんと一緒にですね、宮崎を、まあ、面白くもしたいですし、その楽しい宮崎っていうのを全国にも発信をしていきたいなというふうに思っておりますの で、 で1月のこと言っていいですか。1月の6日7日なんですけども、 J アズムホールを舞台に、台湾文化祭という催しを、もう皆さん竹内さんのフェイスブックでご存知かと思いますが、その時にもイケメンのメンバーがもうね、客寄せパンダとして精一杯やるメンバーになっておりますので、なんなら、その先には、イケメン連のメンバーと行く台湾旅行とかね、台湾の旅とかそういうのもできたらいいなと思っていますので、ぜひ今後ともご贔屓に一つよろしくお願いします。ありがとうございます。今度日曜日もう一度は今週の日曜日に出し込むゲーっていうのをちょっと撮ろうかな。もう今もあるんだけど、今日はですね、24日、明日から28日までやっていますので、お持ち帰りになられた方は熱々お召し上がりいただけます。当たりますように。今のは本物と違って、そう全然でもらって、もう熟成してます。色が変わらないから食べ頃が。ダイバパームさんはどういうのがございますか。ダイバパームさんのカチコーロというチーズですね。はい、こちらがございます。チーズ。それから都城からお茶を通わせています。いいありがとうございます。